コンポスターに肥料が出来上がってるので、前回設置したこの畑に肥料を撒いていきましょう。これどうやって撒くんだろう。あ、プランターボックスに肥料を入れるんだ。これでいいのかな。スプリンクラーで水をあげつつ、まあ、育っていくのを待つと。え、肥料なくなるの早っ。10入れたんで9なくなっちゃいましたね。早速各一つずつ使った感じになる。そして今回は拠点抜き行こうと思うんですけど、原人が前で走ってんな。行こうと思うんですけど、抜きたい拠点っていうのがまあ特になくて、で拠点の周りに抜けそうな拠点もないんだよな。めっちゃ逃げてくやん。LOL。 でまあ実は昨日拠点抜き試みたんですけれども、拠点抜き終わった後に出待ちされてて、その敵に拠点抜きで手に入れた物資全部奪われるというね。まあでもその中でも、まあ、ゲットしたアイテムの中にレーザーサイトがあって、まあ、これはリサーチすることができましたね。なんかダブルバレルショットガンにレーザーサイトついてたんだよな。まあ、この辺で拠点抜きしたいんだけどね。なかなか拠点がない。炸裂弾の弾はだいたい2スタックくらいかな。この拠点なんかよくわかんないけど、まあ、この拠点抜くのもありかもな。あそこの拠点の仮許可でも。キーロックだもんね。てか全然育たなくない？これ。そんな育たんっていうぐらい。ヘルスがやばいな。これ日に当たってないからか。お。あれなんだ？ 1×3 金属強化。あの辺抜きに行ってもいいかもね。雪山近いから、もしかしたら資材系結構貯めてるかもしれないし、石掘り拠点とかいう可能性もあるか。 1×3。 ほう、扉ついてて3枚か。ガレージドアついてたら終わりだけどね。抜くための拠点を探しに行ってただけだったけど、割と石取れたな。こんな感じ、あの拠点も溜め込んでると思う。ということで、だいぶ夜なんですけれども、準備できたので、先ほどの拠点向かいたいと思います。炸裂弾は2スタック弱っすね。まあ多分扉3枚分か2枚分だと思うんで、いけると思います。そして、拠点抜き失敗した時にタレット置いてなかったんで、今回はしっかりとタレット設置したいと思います。これあの拠点向かってる最中に朝になりそうだな。夜の間にやりきりたかったけど、一応ウェットスーツ着るか。寒さがね、やばいことになるからね、濡れてしまったら。ということで、一応念のためタレット設置しましょう。では撃っていきたいと思います。あそこから撃たれそうで怖いね。金属強化してるところがね、いいんだよね。なんか眠ってそう。空洞かな。もう1枚ぐらい扉ありそうだけど。うわっ、そういう拠点か。いやー、この先行く力はないっすね。かぼちゃ、ジャックハンマー。うわー、この拠点めっちゃ奴隷してんだろうな。いや、まさかすぎる展開だな。ドロップボックスでやり取りしましたね。せっかく外壁とか置いたのに。
ちょっとあっけないですけど、撤退しましょう。今少しやけくそ状態で邪魔が入る確率高くなるんですけど、セーフゾーンの近くのあそこの拠点抜こうと思います。形的には 1×2 なんですけどね、うまみないかな。うまみないかもなんですが、やっていきたいと思います。これ扉壊せねえかな、炎入んない。よーっ、醤油ダメ入んないかな。そしてこれもしかしたらはしごいるパターンか。あ、ちょっと入ってる。残り11か。壊れて板金だね。急いで撃たないとセーフゾーンのやつらが邪魔しに来る。当たり判定出たな。登れねえかこれ。拠点からちょっとはしご持ってこようか。タレットは反応してないんで敵は来てないっぽい。うわ、でも奥に人走ってんな。こっち来ようとしてる。え、一応倒したけど拠点見た後にしようか。タンスあるね。タンス取って鍵つけて見ていきましょうか。ほうほうほう。お、案外資材入ってるか。部品系まあまあ美味しいですね。リボルバー、なるほど。とりあえず寝てる人倒して、あ、撃たれてる。さっきのやつかな。これか。またこいつ。これ回収したのか。ということで今のうちに運んじゃおうかな。資材系運んじゃいましょうか。あ、でもぶっちゃけ微妙な感じはあるけど、まあまあまあ拠点抜けたんでそれは良かったかな。戻りましょう拠点。帰宅。あ、タレットまた反応してる。いや、 LOL だ。電気なくなった？結構イースターエッグイベントに積極的に参加してたっぽいね。結構肉焼いてたんだ。手待ちされてるかもな。分解していきたいと思います。ヒアリサーチ。無事帰宅。拠点の資材だいぶ増えてきたからな、増築もしたいっすね。これ全然育ってなくない？うんこ溜まってた。あ、肥料って一回あげたらもういらん、いいのかこれ。育たなさすぎじゃない？